急にクラッチレバーが軽くなって、あ、切れたみたいな絶妙のタイミングで、家に着いてガレージ切れた瞬間に切れる、やろうと思ってもできないぐらいの見事な、壊れっぷりでした。で早速、クラッチワイヤー交換しようと思います。ちょっと見てみますね。どんなとか、どんなとか切れたワイヤーの先と太鼓の部分こんな感じです。長年の使用でこんな感じになりました。しかもね、油給油してたところにゴミがギトギトになってる、こんな感じです。でまず、ここのフォルダーの、アジャストナットを緩めて、それからここも全部ね、アジャストナット中間部分のナットを緩めるの、それから今度スプロケットカバー、そこにブレリーズっていうね、クラッチを切るための機構がある。そこのそこにフォルダーがあって、ワイヤーがそこに引っかかってる状態なので、ここに止めてる。じゃあ、チェンジペダルを外します。次に、スプロケットカバー外します。ここはね、Tレンチが一番ね、作業性がいいと思います。ステップもね、外さんと、ここはね、ゴムのラバーバンとなってるんでね、割と抜けやすいかな。もし抜けにくいときはシリコンスプレー軽く振ってもらったら余計、抜けやすくなります。はい、これで外れたんで、こっちはこうですね、こんな感じですね。割りピンでこう外れないように止めてるだけのシンプルな構造ですね。こんな感じです。あら、まあ、まあ向こうが切れてるんで、ワイヤーね出てきますよね。ミッションケース側を、こちらを先ワイヤー通して、最後ハンドル側をねに通すのがいいと思います。注文の都合上で PMC になってますね。なんかテフロンチューブに入っててね、結構ステンレスワイヤーで動きがねすごくよくて使い勝手いいんで、今回もそれ使います。こんな感じですね。ちょハンドル短いのに書いてるんだね。ワイヤーはね ZR タイプのちょっと短め、ショートでいってます。こっちがね古いワイヤーですね。これを外して、新しいワイヤー入れて、スプリング通して、 OK、 これでいけました。あとね、割りピン入れて、この太鼓が外れんようにしておきます。はい、これで割りピン入りました。でこちら、エンジン側ね、スプロケカバー側はこれで OK なんで、元に戻ります。 OK、 ボルトね止める前に、ここって結構油で汚れてるんでね、ネジのこの切ってるとこはね一回スプレーでね脱脂して汚れ取ります。付着するんで、そのまま組み付けると、ネジ傷めるんでね、さっきパーツクリーナーで洗浄した後は、一応まあ念のため556振っときます。ちゃんと均等にね、トルク管理しながら締めてください。結構感覚ですけどほんとクラッチレバー側ね、こう分かりますかね、ここ、はい、とりわけね無理のない角度で
アジャストボルトのところもねこんな感じで汚れてるんで、これもパーツクリーナーできれいに洗浄します。この切れ目とこれをきれいに一直線で合わせて、ね、ここ結構テンションきついやん。どうしたん？アジャスト真ん中の真ん中にあるアジャスターちょっと緩めます。あと組み立てのコツなんですけどね、ホルダー側をさっきね固定して、その後ね、このクラッチレバー側をさっきね、組み立ててからやった方がテンションかかるんで、ここのこれがねたまに緩んでこんな感じになることあるんですね。だからワイヤーなんも緩めてもね、緩みきれないみたいに引っ張られてうまいこといかないんでね、さっき向こう、クラッチレバー側を組み立ててから、そうするとワイヤー引っ張られるんでね、ここしっかり収まります。それでスプロッケカバーを、ね、固定する方が、作業がしやすいです。気づかなくってねちょっと、苦労しました、まあ、そんなもんです。じゃあやります。よいしょ、はい、これで切れと、OK、マス締めね確認してください。これで完成しました。スムーズに動いてます。これは一番いいよ。軽いらしいですね。だね整備してたら、ね、重たっ先週変えたんですけど軽ー以上です